新江の島水族館のシラスシラスとは、イカナゴウナギカタクチイワシマイワシウルメイワシアユ、ニシンなど、体に色素がなく白い稚魚の総称。キュウリウオメシラウオカのシラウオ、スズキメハゼカのシロウオと、よく混同され、シロウオのことをシラスと呼ぶ地方もあるが、ここでは稚魚について述べる。これを塩茹でにして干したものは、チリメンジャコ、シラス干しなどと呼ばれる。生シラスシラスご飯シラスは、 様々な魚の子事業の総称であるが、シラス星などの形で積極的に食用とされるのは、イワシ事業がほとんどである。ただ、捕獲方法の都合にもより、様々な魚の子事業が混入することも珍しくない。このため時には、魚類だけではなくタコやイカの妖精や、エビやカニのゾエア妖精なども混入する。あまり食用に適さない混在物を除き、 食用に適するものを塩茹でにして干したものが、いわゆるしらす干しとして販売されている。よく見ると明らかに形の違う生物が混じっていることもあるが、大抵の場合は食べても問題ない。幼魚はまだ骨格があまり発達しておらず、しらす干しなどは様々な食品にまぶして丸のまま食べられる。ご飯の上に振りかけたり、大根おろしとあえて、醤油で味付けしたりして食べられる。 タンパク質やカルシウムが豊富な食品である。また一部地域では白用のように、生きたままのシラスを酢醤油など調味料にくぐらせ、そのまま食べる踊り食いと呼ばれる食べ方も好まれる。塩茹でして加工されるものがほとんどだが、水分含有量の違いで区別され、茹で上げ後、水切りされて製品となるものが釜揚げと呼ばれ85%前後の水分含有量となる。 塩茹でを半乾燥品としたものが、シラス干しだが、競技では柔らかめに乾燥されたのものを、シラス干しと言い,い、固めになるまで乾燥させたちりめんと区別される。関東の柔らかめの、シラス干しは、関西では、やわ干し、やわエヌギや、大白とも呼ばれ、ちりめんじゃこは、関西では、上、からちりメン、関東ではカチリと呼ばれることがある。それ以外の加工方法として、 塩茹でせず水洗いした生のシラスを海苔のように加工した畳いわしがあり、干物としては素干し品に分類されるが、これは水分含有量15%程度、現在では高価な珍味となっている。また近年は生食の消費も増えてきている。かつては関西伊勢ではチリ麺が主流、静岡周辺は釜揚げが主流、関東伊北は シラス星が主流となっていたが、現在は流通事情も変わり昔ほどの地域性はなくなった。漁場は主に太平洋沿岸で瀬戸内海、伊勢湾、駿河湾、相模湾などでも多く漁獲される。現在の北限は仙台湾かと思われる。2016年の日本におけるシラス漁獲量は62,900トンである。県別に見ると、 兵庫県が12,300トンで第1位以下に静岡県、愛知県と続く。スペインではアングーラスといい名物料理になっている日本において沿岸域に回遊するうなぎの稚魚はシラスウナギあるいはノーメンコソーメンコという。それ以前の海中を回遊する妖精はレプトケファルスと呼ばれる。シラスウナギはいわゆる 養殖うなぎのもととして捕獲された後大切に飼育され十分に育った後にうなぎとして食用出荷されるがシラスウナギそのものはあまり食用とはされない近年のシラスウナギ漁獲量自体が少ないことに加えうなぎ養殖業者間での引き合いもありキロ数万円以上という高値で売れるためであるシラスウナギが豊富に漁獲されていた当時はのれそれと呼ばれ 食用に供されることもあった。ただ、日本国外ではその限りではなく、例えば、スペインでは、アングーラスと呼ばれる、名物料理になっているなど、全く食用に供されないわけではない。なおレプトケファルスは、海中のデトリタスを食べることが20世紀末にようやく、わかり、その飼育方法は1990年代末頃に、発見されたばかりで、 ここからの商業的養殖は依然として発展途上技術である。サメの卵黄を原料とする特殊な飼料を与えるという極めてコストがかかる方法でもあるために21世紀初頭の現状ではシラスウナギ養殖が唯一といって良い商業、養殖手段である。ニュージーランドのホワイトベートのフリッタービアンケッチと呼ばれる。ナポリ料理ではチチニエリ、ブリンディジでは チュマと呼ばれるなど、各地で別名で呼ばれている。唐辛子につけて発酵させたロザマリーナ、サルディッラやピザや料理のトッピング等に使われる。主に、急流をメガラクシアスカの事業などをホワイトベートと呼ぶ。高級食材の一つで、オムレツやフリッターにして食す。ありがとうございます。